ーちゃん、ロロナ先生、普通に美味しいパイができたよ。お茶にしましょう。ああ、ありがとうございます。普通に美味しいってちょっと気になるんですけど。うん、パイ作りはやっぱりロロナ先生にはかなわないから、普通に美味しいって言っとかないと。子供になる前は錬金術でパイを作る達人だったんだよ。パイ好きが高じて、いつの間にか錬金術でパイを作るようになったんだって。錬金術でパイ、そんなこともできるんですね。私もパイは調合できるけど、やっぱりロロナ先生の味は出せないかな。さ、冷める前に食べちゃって。もぐもぐ、このパイ美味しいね。やっぱり記憶がなくてもドロナ先生はパイが好きなんですね。うん、ドロナもこれ作りたい。もっと美味しいのできる気がするの。え、本当？もしかしてレシピを思い出したりしたの？レシピってよくわかんないけど、美味しいパイの元ならわかる気がするよ。先生、これってドロナちゃんに錬金術を思い出してもらうためのチャンスじゃないですか？そうだね、ロロナ先生。それじゃあいつでも好きな時にパイ作ってみてくださいね。うん、ロロナ頑張るよ。よし、どんなパイを作ろうかな。おお、予想以上に素直ですね。パイの力恐るべし。あとはどうなるか、しばらく見守ってみよう。うまくいってくれるといいんだけど。